ですけど文系、語文系、初めて知ったんですよ、はいはいはい、そりゃそうですね、はい、バイリンガルが個別塾とかもったいなさすぎますよいやいやいや、 L2 トフル見る8じゃんみたいないわゆる英語です、はい、とあとは何らかの数学ほうほうと妹と話す時も日本語だったんですけど、はい、だんだんそれが両方に混ざってきて、はい、で最終的には英語、はい、英語になるんですよね。そうです。本当に誰にも頼らずにいろいろ挑戦してみたいなと思って、はいはい、まずはだからいろんな種類のバイトとかやってみようとかって思ってたんですよ、はい、なので最初スーパーとかやってました、スーパーで肉詰めてました、すごいですね、はい、そうなんですよ。全然英語使わない、英語全然使わない、全く使わない、はい、その武器を使わずなんとかこう生き残っていけるのかっていうのを、はい、やってみたんですね、はい、そうですで英語の仕事に就くのはどういうきっかけで、はい、そうですね、まあそのスーパーで働き始めた頃と、まあ、ほぼ同時にまた、はい、個別指導塾で英語を教えて、はいはい、でもうそこで初めていろんな英文法用語とかに出会ったんですね。教えてるレベルは、まあ、結構低い層が多かったんですけど、もう例えば中学1年生に B 動詞から教えるとかだったんですけど、テキスト見ながら、はい、なんじゃこないと、特にその、まあ、これ高校生の分野なんですけど、はい、文系、語文系を初めて知ったんですよ、はいはいはい、こんなものがあるんだみたいな感じでそうですね、はい、だから衝撃でしたね。そうですよね、びっくりする英文ノンパレードだったんですね、なっちゃいますよね、はい、それは、はい、いやすごい、いや面白いと思う、その感覚、はい、でトフルゼミナールとか受けようと思ったんですけど、いや、もともとはだからその一つの個別指導塾で多分4年ぐらいずっと教え続けていて、で、ある日新しく入ってきた先生がいて、はい、でその人と仲良くなって、でその人にトフルゼミナールで働いてる先生に紹介していただいて、はい、そりゃそうですね、はい、バイリンガルが個別塾とかもったいなさすぎますよいや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 、でもすごいいい個別指導塾でしたよ、はい、はい、どうでした、最初トフルゼミナールだと、まあ、全然違うことを教えるわけじゃないですか。まあ、そうですね、もうとにかくやっぱ教えてる先生方のレベルがすごい高いので、うん、なんか僕 もうどうにかこう目立たないとと思って、でそこから実際その資格試験を受け始めるわけですね。そうですね、それで、はい、俺がマウント取るんじゃいマウントっていうか、まあ、IL2 トフル見て8じゃんみたいな執筆はどういう感じで来たんですか、はい、このきっかけとか。はい、そうですね、実はトフルゼミナールにも出版部門みたいなやつがありまして、 TAS、はいはい、そうですね、はい、はい、で、まあ多分僕がトフルゼミナールでちょっと認識されるようになって、はい、あ、この子なんだ、なんだ満点のやついるぞみたいな形で名前ですね、当然なりますよね、はい、ざわざわざわみたいな、はい、でまあ出版部の部長にちょっと声をかけていただいて、はいはい、まあどうですかみたいなオファーですね。へー、はい、そこから、そうですそうです、はい、まあついに来ましたね、時代が。いやー、もう頑張りますよ、本当にチャンス来たじゃないですかいやー本当嬉しいです。ここからそうです、こんな逸材が眠ってたみたいな感じになって、とんでもないです、とんでもないです、もうこれからですね、ドーンと一気にいけるんじゃないですか、はい、いやー教育どうですか、違います、やっぱり全然。全然違いますね。何がやっぱり一番、はい、気楽。気楽、へぇ。全然、なんでしょうね、プレッシャーがないっていうか。ああ、そうなんですね。はい、でそもそも多分、予備校とか塾っていう業界が、まあ、ないとまでは言えないですけど、はい、全然盛んではない。あ、どこですか、オーストラリア、はい、オーストラリアのシドニーなんですけど。大都市。はい、ポートから、はい、あ、ポートが駅があって、はい、ポートがあって、そこでみんなサラリーマンたちが走るっていう、はいはい、そこら辺、ね、あの異様な光景、はいはいはい、船に走ってる通勤でっていう、はい、めったに走らないですけど、最初急がないんでみんなもうマイペースって感じですね。で僕が高校3年生の頃に、まあ、当然ながら予備校とか塾とか行ってる子全くいなかったですし、はいはい、家庭教師をつけてる生徒が一人いたことにみんな驚いてます。すごいねみたいな。そうなんですね、はい、全然違うわけですね、はい、文化が。みんな大学は受験とかじゃないってことです
ですか、どうやって入るんですか。いや、あの受験、まあ、いわゆる、あ、結構その州によっておそらく違うんですけど、はい、まあ、僕が暮らしてたニューサウスウェールズ州っていうところで、そこでは、まあ、いわゆるセンター試験みたいなやつを受けて、はいはい、でその点数だけで、 あとは自分の学校の評定とかですね、はいはい、それでもう行ける大学とか学部が決まるっていう。センター名前のやつの名前、名前は多分もう変わっちゃったと思うんだけど、はい、僕の頃は HSC っていうやつでしたり、多分もうないのかな。それで、はい、え、教科は、教科僕はですね、人によっても違うんですか。はい、あ、違いますね。まあ、選ばなきゃいけないのが確か2つあって、はいはい、まあ、国語、いわゆる英語ありますね、はいはい、とあとは何らかの数学、ほうほうほう、はい、まあ、絶対やらなきゃいけなくて、であとはほとんど選択科目ですね、はいはいはい、僕は確か生物学と歴史ですね、はいはい、で何の歴史、オーストラリアの歴史とか、あと古代、めっちゃ短い、めっちゃ短い本当ですよね、本当に100年ちょっとしかない、オーストラリア史とかめっちゃ短いすぐ2週間で終わっちゃうそうですね、古代の方でした、ね、古代ローマとか、はいはいはい、スパルタだとかも何も覚えてないですけど、そうなんですね、はい、そんな、まあ、受験勉強って言ってもやっぱり自分一人でやるもんじゃないですか、はい、そうですね、はい、大学の、でそこでその点と、はい、あとまあ評定みたいなやつ合わせて、うん、全然やっぱプレッシャーがなくてないですね本当に、何なんでしょうね、いいのか悪いのかちょっと分かんないですけど、みんな一生懸命やるとかでは全然ない、まあ一生懸命やる人もいますけど、でもほとんどの人は、うん、まあ、総率がそんなに高くないから、入りやすいのかもしれません、ね、行ったのが3歳の頃なんですけど、はい、まあ、まずはなんていうんですかね、保育所っていうんですか、そういう、はい、そうですね、そういうところに預けられて、で僕って、まあ、今まで3年間ずっと日本で暮らしてたんですよ、はいはい、で日本語を喋ってたんですよね、はい、だから人間は日本語を喋るもんなんだっていう認識だったんですよ。なるほど、で、まあ、その保育園みたいなところに入れられて、でやっぱ人見知り、まあ、内向的イントロバートなので、はいはい、あんまりこう周り の子供たちとうまくいかなくて、ちょっと帰りたいなと思ったんですよ。3歳でもう思ってる、3歳でそんなこと感じてるんですね、すごい、はい、で、オーストラリア人の先生、女性の先生なんですけど、はい、先生みたいな感じで、まあ、日本語使うと思ってますから、はい、お家へ帰りたいって言ったんですよ、先生。先生どう反応したかというと、はい、OK, yes! って言ったんですよもちろん理解してないですよ、はい、で、まあ当然なんか伝わったなと思って、でずっと待っても家に帰らせてくれないんですよ。え、どうしたみたいな嘘をつかられたと思って、はい、でもう一回勇気を出して大声でお家へ帰りたいって言った OK って言って、おもちゃ渡させてこれでしょみたいないや違うからって大泣きしたら、はい、母親を呼んでくれました。結構苦労しましたね、最初の頃は全然わかんなくて。そうですよね、はい、でもそれも知らぬ間にでも勝手に身についていったわけですよね、はい、多分でも1年2年はかかったと思いますね。あ、はい、確かに辛いは辛いですそうでしたね。とへ、うん、ご両親は英語はできたんですか、ね、はい、オーストラリア配属されて。そうですね、まあ、父親は仕事関連でやっぱ英語が必要だったのでできたんですけど、でも母親はそれほどはできなかった方でしたね。そうなんですね、うん、それあ、だってそうですよね、はい、でハーフじゃないですか。そうですね、はい、父親がベトナムの出身の人なんですけど、はいはい、まあ、彼は日本語喋れるんで、はいはい、家では普通に日本語で会話してました。そうなんですね、はい、ですね。でさらに面白いことに、初めの頃はまあ、兄貴と妹がいるんですけど、はい、兄貴と妹と話す時も日本語だったんですけど、はい、だん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 それが両方に混ざってきて、で最終的には英語になるんですよね。そうです、はい、大体兄弟話す場合はそうなんですよね、はい、不思議なんですよ、はい、やっぱり学校で話す言語がやっぱりネイティブのものだってよく言われるので、はい、そうなんですよ、家よりもやっぱ学校なんです、はい、そうですね、学校でだってそうですね、英語で話してたらそうですね、そうなっちゃうんですよね、うん、そっちの方がやっぱ楽になっちゃうんでしょうね。あ、うん、兄弟は今どうしてるんですか。今兄貴はまだオーストラリアに残っていて、多分まあ、性格的にそっちの方が合ってるのかなっていうような気がして、兄貴の方がどちらかというと外交的なので、で妹は普通に日本にいますね。そうなんですね、はい、別れたわけですね、はい、そうですね、はい、仕事してるんですか今は。ちょうど探してるところですかね。あ、そうなんですね、はい、まあ、英語関連の仕事なんですけど、はい、両方の言語できる人もものすごく必要とされてますからね、はい、今確かに変わってきますよね、2020年から。そうですね、2020年自分の時代だって思ってますいやでも本当に
僕日本大好きなんで、はい、なんか何かこう日本の生徒さんとか、まあ、ルイ先生方の役に立てないかなと思って、あの結構、まあ、いろんな先生の話とかも聞くんですけど、2020年からこうライティングとか教えないといけない、でも自分はどうやって教えるか分かんない、なるほど、で生徒たち もうどうやってやればいいのか分かんないっていう、うん、そういう状態が起きてるんで、うん、まあ、なんとか自分が手伝うことができないんじゃないかってことで、うん、あの自分が今やってるライティングのチャンネルを、いい話じゃないですか、全部カットです、はい、お金のところだけお金は大事です。Be sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.